キャットストリート級渋谷川遊歩道路は、東京都渋谷区にある遊歩道である。遊歩道以外の区間を含めて、キャットストリートという愛称、俗称でも知られる。東京オリンピックが開催された1964年、暗挙化された渋谷川の上に作られた。ブティックや飲食店など、近隣の表通りよりも小規模な商店が集積しており、裏原宿の中心となる通りの一つとなっている。 1996年以降、通りは渋谷区の駆動となっている。明治通りの宮下公園付近の渋谷キャスト前に始まり、神宮前交番の地点で表参道を横断、渋谷区障害者福祉センターはアトピア原宿付近まで進む道の愛称。名前の由来には猫の額のように狭い通りだから、猫が多いから、ブラックキャッツという音楽バンドが生まれた土地だから、 などの小説がある。キャットストリートは、神宮前3丁目から5丁目にかけて整備されている遊歩道であり、これは1967年3月に暗挙とされた渋谷川の上に作られている。表参道までは、神宮前6丁目と、同5丁目及び、渋谷1丁目の境界となっており、表参道以北は神宮前4丁目及び、同3丁目を貫通する。 キャットストリートはもともと、神宮前5丁目の明治通りに近い一部の区間を除いては完全な遊歩道であり、自動車の通行はできなかった。しかしながら、防災や建築基準法の観点から、1994年10月より、車道も設けられた。AB 通りの名前渋部区ウェブサイト、2020年9月24日、閲覧神宮前6丁目。 原宿1995コムプロジェクト、温田表参道商店会1994年12月25日発行、P54 a ビー神宮前5丁目。原宿1995コムプロジェクト、温田表参道商店会1994年12月25日発行、P56。ありがとうございます。